はい、では皆さんこんにちは。サム・ライミ監督とビー・マグワイア主演のスパイダーマンシリーズは2007年に終わり、今年2022年で15年経ちました。今回は今後作られる可能性はかなり低いと思いますが、トビー・マグワイア主演のスパイダーマンの4作目で描かれてほしいことについて見ていきたいと思います。今回話していくことはスパイダーマンノーウェイホームのネタバレを含むので、まだ映画を見ていない方は注意してください。2007年のスパイダーマン3で一応スパイダーマンのシリーズには幕を閉じていますが、当初の計画では引き続きサム・ライミ監督とビー・マグワイア主演でスパイダーマンの4作目が作られる予定でした。最終的にはサム・ライミ監督がうまい話を作っていけないと判断して、スパイダーマンのシリーズは3作目をもって終了しましたが、それに対してスパイダーマンの映画化の権利を持っているソニーは映画を続けていきたいと考えていたため、新たにマーク・ウェブを監督に、アンドリュー・ガーフィールドを主演にアメイジング・スパイダーマンのシリーズを始めました。それでもスパイダーマンの4作目については結構話が進んでいる部分もあって、例えば敵としてはジョン・マルコビッチが演じるバルチャーが登場する予定があり、アン・ハサウェイがブラックキャットを演じる噂がありました。またスパイダーマンシリーズの3部作に欠かさず登場していたブルース・キャンベルはそれぞれの映画で違った役として登場しており、4作目では実は彼がミステリオことクエンティン・ベックという設定が付け加えられる予定もあったそうです。ちなみにブルース・キャンベルがこのスパイダーマンシリーズで3回も登場した理由としては、監督のサム・ライミとつながりがあり、サム・ライミが監督をした The Evil Dead ではブルース・キャンベルが主演を務めていました。ちなみにこの映画で登場していた車はベンおじさんが乗っていた車と同じです。そしてスパイダーマンノーウェイホームをもって約15年の時を経て、トビー・マグワイア・スパイダーマンが戻ってきたわけで、最後は元の世界に戻りました。そしてグリーン・ゴブリンをはじめとする歴代の敵のキャラクターは力を失って普通の人間に戻っているため、元の世界に戻ったトビー・マグワイア・スパイダーマンはそれらの敵と戦うことはないはずです。トビー・マグワイアのシリーズにも大学の教授にコナーズ博士がいたため、リチャードの話を描いていくこともできますが、アメージング・スパイダーマンと今回ノーウェイホームで再び登場したため、仮に映画化されたとしてスパイダーマンの4作目でリチャードが登場することはもうないと思います。先ほど話したブルース・キャンベルのミステリオも良さそうですが、スパイダーマン・ファーフロム・ホームで同じ敵が登場してしまったため、これもあまり良くないかもしれません。そこで比較的良さそうなのがゴブリンの復活だと思います。ゴブリンはもう何回も描かれてきたキャラクターで、今回ノーウェイホームにも復活しましたが、ウィリアム・デフォーやハリー・オズボーンのグリーン・ゴブリンなどではなくて、全く別の人物がゴブリンを名乗ってもいいはずです。スパイダーマンの4作目となれば、去年公開されたマトリックスの4作目であるマトリックス・レザレクションのようになって、1作目の話や雰囲気を残しつつ新たな話を作っているため、スパイダーマンのシリーズでも同じことができると思います。別のキャラクターがゴブリンとなる場合、グリーンゴブリンではなくてホブゴブリンになると思いますが、ホブゴブリンといえばネットリーズもなっていて、今後 MCU では残されたゴブリンの仮面をネットリーズが拾い、新たなゴブリンになることも考えられます。他に残されているキャラクターとしては、ピーターの同級生のフラッシュ・トンプソンです。フラッシュ・トンプソンは1作目には登場していますが、それ以降はあまり姿を見せなくなり、影が薄くなってしまったキャラクターですが、コミックではエージェント・ベノムとなっています。また敵ではありませんが、トビー・マグワイア・スパイダーマンの描かれ方としては、映画ローガンのようになってもいいと思います。ローガンの映画では年老いたウルバリンとプロフェッサー X の2人が登場して、実験で体内に注入されたアダマンチウムによって体が蝕まれていき、年老いたことも重なってウルバリンの回復能力も落ち、若かった頃のような戦いができなくなった姿が描かれていました。トビー・マグワイアのスパイダーマンも1作目から20年経ったということで、いくら特殊な能力があるといっても腰が悪くなっていたり、年老いて前のように戦えなくなっていたはずです。そのためスパイダーマンが2007年のスパイダーマン3以降何をしていたのかわかりませんが、ノーウェイホームがきっかけとなり、もう一度スパイダーマンを続ける姿が描かれてもいいと思います。他に描かれてほしいこととしては、メリー・ジェーン・ワトソンとのその後です。ノーウェイホームの劇中でははっきりとはわかりませんでしたが、どうやらピーターはメリー・ジェーンとおそらく一緒に暮らしていて、その後結婚したことが考えられます。また気になるのがピーターと MJ との子で、コミックではメイデイ・パーカーという娘が生まれています。メイデイ・パーカーもスパイダーマンと同じような能力があり、スパイダーガールと名乗っています。今回は幻のスパイダーマン4で描かれてほしい話について見てきました。皆さんはトビー・マグワイア・スパイダーマンのその後についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していてください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。